さあ皆さんやってまいりました、よすことのじゅんです。えい、けんぞです。あれです。今日はバルセロナに行きたいと思います。レッツゴー、レッツゴー。はい、皆さん間に合いました。あれが僕らの乗るバスです。 OK、 皆さん改めてどうもこんにちは。今日はねバルセロナに行くんですけど、3人で24時間1日密着やっていきたいと思います。楽しんで。バルセロナにねやっと着きました。レッツゴー。超疲れた。まだね朝の9時なんですけど、今から僕の家に一回行ってね荷物を置きたいと思います。一旦ねケンゾに行く理由が、あの僕たち泊まるところエアビーなんですよ、うん、だけどそのエアビーが入るのが2時なんですよ。だからケンゾで一旦荷物置いてちょっと休んでそこに家に移ります。その前にブランチ食べに行こうぜ。ブランチ食べてに行きたい。ブランチ行こう。ちなみにねめっちゃ変な感覚するのが、もう3時間以上バスに乗ったのにまだ朝の9時っていうね、めちゃくちゃ違和感ある。まあこれがね朝6時に起きる効果です。5時。今から3人でブランチ食べに行きます。レッツゴー。まあ昼ご飯朝ご飯の混ざりです。僕財布忘れておくね。オーケー。今ねブランチ店に来ました。名前はペティットボー。ケンゾーがめっちゃお気に入りなんですよ。めっちゃ美味しいよここの店ね。雰囲気がめっちゃ好きなんだよ僕。雰囲気がいいし、もう初めて来たけど、うん、多分美味しいよ。美味しい美味しい美味しい。オーケー、皆さんこちら見てください。ちょっとすっごいシンプルなんだけど、卵とトーストを選びました。ケンゾーは、僕はそれにベーコンを追加しました。僕のは、僕が一番僕好きなんですけど、見てこれ、エッグズベネディクトです。僕ら一回家で作ったよね。うわボリューミー。 OK 家に来れました。ようこそ私の家へ。いらっしゃいませ。あのこちらのお家はですね、はい、300万ユーロで売られているお家なんですけれども、まずこちらからキッチンです。サイズはねめちゃくちゃ大きいわけではないのですがね、コーゼーでねちょうどサイズ完璧なところだと思います。私は、うんうんうん、ここでねこの後料理もしたいと思います。はい、何やってんの。これがソファーでございます。そして私が寝るところです。そうこれが一つ目の部屋でございます。まだ誰の部屋決めてない。まだ決めてない。 OK。 そう、つまりこれ僕たちでも値段が変わるってことですね。そういうことになるね。ここもらい。じゃあ順が全部エアビー払うってことですね。ふざけんな。ちなみに今いるのが一番広い部屋でございます。はい、電気つけました。ここが一番広い部屋で、ダブルベッド、もちろんね、あの誰かゲストも来るかもしれません。そしてこちら、デスクもありますし、ここに洋服を入れることもできます。金庫もあります、はい、そしてね今日はこのねベッド、なんでこんな大きいベッドがあるのかというと、実はね3人で同じベッドでね今日は寝たいと思います、はい、ちょっとデモンストレーションしてみましょう。あ、しましょうか。顔抱きついて、みんなで抱きついて。うわ、今日はよく寝れそうだぜみんな。ここがバスルームです。ここでいつも僕がドンしてシャワーをアピール。シャワーね。みんなさ見慣れてないでしょ、こんな感じでね全部石で作られてる家。日本ではね木造とかが多いから、うん、やっぱ見慣れないね建物の作りになってると思いますけど、こちらねシングルベッド2つあるシンプルなルームですね。そして鏡、このね最後の部屋がこちら。え、ここのドアなんかどっかで見たことある。ここ一番いいじゃん、この変なライトとか。え、これちょっとちっちゃいけどね。ちっちゃいけど見た目一番良くない、この部屋。いや、これ何、これ何。てか見て、これペインティングの縁があるのに中に何もないんだけど。想像力で埋めろってこと。そういうことか。皆さんこれはあのミスターティーフーさんのろうそくを入れるものです。はい、はい、つまらない冗談は言いませんので。それではなんか、あ、そう、たらー、ちゃんとソファーも机も。Okay. このフライは無視してください、お願いします。え、でも待って、じゃんここで一番いいこと何かわかる。何でしょう。ここからね、バルサを応援することができるんですよ。FC バルセロナ。俺はそれよりね、何、ピンクの白のタオルを応援したい。なるほど、俺も応援するわ。僕はあの上のちょっと 黒とオレンジのやつ。ここ屋上階だから、全ての屋上が一応見えるんだけど、そう、そのまま綺麗にデコレーション。あっちも綺麗だね。いやここには負けるだろう。まあ、ここはもうエグいけどね、もちろん。多分ね、今までバルセロナで泊まってきた
家のテラスの中で、ここは一番なんか居心地がいい。わかる、それは確かにね、あのデコレーションがあったかいっていう感じがする。あ、暑くなってきたな。暑い、めちゃくちゃ暑いバルセロナ、本当に。どうする？どうする？もう4月なのに夏ですよ、ここ、ね、今何度？今は、ちゃんちゃん、18度です。18度！ちょっとやばすぎるでしょうね。でね、この後僕は昼ご飯食べたい。いいよ、お腹すいた。僕、オルチャと飲みたいから、お前が飯食う ところでオルチャと飲ませていただきます。オーケー。たらー、皆さん持ってました。専門店閉まってたんで、はい、スーパーで買ってきました。チャラン、オルチャタでチューファー、はい、でございます。まあ、材料はね、なんかの種牛乳、砂糖、蜂蜜、じゃあ生イスみたいなもんです。よろしく、はい、お願いします。いや、好きだわ、やっぱり。甘い、甘いです。甘い、なんかミルクっぽいあの飲み物だと思ってください。なんかミルクでもあるし、なんかお茶っぽい感じの味もあるし。この後ね、斧狩りじゃなくて斧投げに行くんですよ、はい、斧投げて、もう的があるじゃん、的に斧を投げるっていうゲームです。こちらが的です。あ、違いますね。はい、皆さん、施設に着きました。施設の名前はバット。ここでね、バットマンがね、ここで育ったんですよ、実は。バカですね、お前。ここで斧を壁に投げるんですけど、はい、実際に試してみましょう。多分僕が一番うまいです、投げるのは。いや、僕が勝つね。じゃあ負けた人なんか罰ゲームつけない？じゃあみんなコメント欄で誰が一番ポイント稼げると思いますか、教えてください。罰ゲームどうする？罰ゲームどうする？罰ゲームなしで。嘘。どうしようか。次の夕飯おごり、オーケー。お晩飯おごり、お昼飯おごり、オーケー。次の飯おごり。ケンゾ、最初に行くの？ Yes sir。 説明全部受けてね、やってみるんですけど、どうぞ。いきます。一発目。いやいや、無理だろ。説明意識して。おお、ナイス。ダウン。オーケー、じゃあ、ケンゾさんです。はい、ズズバーベキューの1投目。おお、皆さん、僕が一番下手です。90度、はい、90度。おお、悪くない、悪くない。いい感じだ、愛が。パチ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 。20ポイントで21っていうゲームやってるんで、あと1ポイント必要です。ただもしこれ1ポイントじゃなくて2ポイント取ったら31までいかない。2ポイント以上だったらあのゲーム終了。そう、じゃあいきます。はい、一番外の枠を狙わなきゃいけない。頑張れ、ゆるギャンブース。おお、危ない。今刺さってたら負けてた。おお、前刺さったのに落ちた。パルキは見せたけど、ケンゾも同じ状況で、同じ状況、視点取ったら僕の勝ちです。おやばい、やばい。一番外の枠だよ。2ポイント !2 ポイント。お前31までいかなきゃいけないよ。4ポイント取ったら僕の勝ちです。お、頑張れ、頑張るな。4ポイント取れ。おお、こいつ4ポイント取れよった。1位、4ポイント、4ポイント。おお、まあ、1位って。うわー、1位取りました。2位、ナイス。いや最下位です。いや、僕このフレンドグループ抜けます。飯おごりです。飯どこか高いとこ行こうぜ。やめろ。さてね、夕飯近くの時間になってきたのでカレー作りましょう。今カレー作ってるんですけどね、ここ僕たちが借りたい家、物が全くないんですよ。そう、だからまな板をなんかオーブンに入れる板の裏でやってて、包丁もないからちっちゃいナイフでやってて、スプーンで混ぜてる。混ぜるものがないからスプーンで混ぜてる。臨機応変にやらないとね。グッバイ、サー。アモンが帰ります。バイバイ。
ね、皆さん今からねお友達がもう一人来るんですよ。その人はどこの国からかというとインドからなんですよ。はい、だからインド人といったらカレーが美味しいじゃないですか。でも日本のカレーとは違うからな。日本のカレーとは違うからな。僕らがちゃんとやり方を教えないといけないんだけど、そいつなんかねいつもカレー僕は作り方が分かってるって言ってね。今から来ます。What's up? Oh, what's up, bro? So how's your first day back then, boys? Good? Pretty good. Pretty good, right? Axtron. You saw that? What? We had Axtron. Oh, yeah, 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 yeah. Was it for a video? Yeah. Oh, nice, nice. Very, very nice. ね、乾杯乾杯。もうそろそろ完成、全部もダラララララ。カレーいきます。カレーちょっと冷めてるかもしれない。もっとでっかいスプーンがあったら嬉しいんだけど。完璧で、ちなみになんとこちらに綺麗な鶏カツが。じゃあもう食べちゃうの、ね、いただきます。食べちゃえ、もう味見して。食べろ。うん、うまい。じゃあ、ケンゾも食うか。あ、鶏カツいくよ。鶏カツ絶対うめえだろ。これ冷めてる。最初に作ったやつだ。ま、うまいよ。あ、最初に作ったやつね。仕方ないですよ。うん、あるある、うまいです。見てくれ、これを。これを見てくれ。近づけるよ。一口でいいの、それ。もちろん、いいん、一口、一口。いいよ。3、2、1。ちょっと辛いからやばいかもしれない。辛いの？ただの辛口だぞ。辛い。舐めてんのか。みんな、今日一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。また明日からね、いろんな動画撮りまくるので、はい、楽しみにしておいてください。これ完璧に傘のもう持つためのやつ。これ何なの？乾杯。乾杯。ケンゾ映ってねえぞ。いや、ビビビに、あー、ちょっとな、ふざけろな。 OK、聞いてるか。こちら廊下でございます。こちらまずは、まずはね、めちゃくちゃカンフォータブルな場所を見つけてね。この動画見てなかったら見てね。僕これ習ったんですけどもう忘れました。アディオス。